おお、俺の金。皆さん、明けましておめでとうございます。今年も提灯の動画をよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はですね、今ちょうど実家に帰ってきております。実家青森にあるんですけど、高校卒業するまではずっと東京に住んでたんですけど、家庭でいろいろあって、みんな今ばあちゃん家の近くの青森に越してきました。僕よく動画で結構コメントでありがたいことに肌綺麗とかいろいろ書かれるんですけど、実はこう見えてもめちゃめちゃひどい方のアトピー性質でして、結構中学とか高校とか部活やってた頃はもう本当に動画で見せれないくらいのひどい、もう肌荒れ手荒れしてて、でそれにプラス敏感肌で乾燥肌っていう、あの3つの肌荒れ要素を兼ね備えた体質 でしかも1日ね、こう美容師として何十回もう20何回近くもうお客さんをシャンプーしてて、でも高校の時なんか親とか美容師さんからも絶対お前将来美容師になったら手荒れるって言われてて、まあ僕自身もすごい不安だったんですけど、まあ今日はその敏感肌、乾燥肌、アトピー肌の僕が日頃いろんなケアをしてって、今ちょうど8ヶ月目、美容師8ヶ月目なんですけど、1日何十回もシャンプーしてるこの手、どれぐらい肌荒れしてるかってのを今日はちょっと皆さんにお見せしたいと思います。美容学生の時も制服じゃないですけど、私服の上にエプロンをつけないといけなくて、多分美容学校とかあったら制服とかいろいろあると思うんですけど、そのね、後ろのポケットに常にニベアの青缶を忍ばせていましたね。もう僕と言ったらニベアっていうイメージが多分僕の学校だったらみんなあると思うんですよ。そう、このニベアの青缶ね、ちょっと YouTube 上で話題にもなったと思うんですけど、もう本当にこれもう3年間ぐらいもうずーっと使い続けてます。で、まあ美容師やりながらもうシザーケースの中にも常にこれを入れといて、でシャンプーしてお客さんドライしたらもうその都度継ぎ足し継ぎ足し落ちてもすぐ塗るようにして、まあやっぱ絶対肌荒れるって言われてたから、こうビビりながら毎回絶対夏も冬も欠かさず塗ってて、でその結果がですね、今からお見せしますよ。せーの、じゃんじゃじゃん。はい、わかりますか？なんとですね、全く肌荒れしてないっていう、手荒れしてないって言ってもちょっとやっぱね、小指とかなんかここら辺がちょっとかさついてたりするんですけど、見てください、全くね、今もう絶好調ですね。乾燥の季節だけど。とね、この結果はですね、実際母親もびっくりですね。これどう？マジでもう今まで以上に綺麗じゃない？絶対荒れると思ってたでしょ、美容師になったらね。まあ今横でゴロゴロしてるんですけど、本当にやっぱ絶対荒れるって思って、ビビるようになって、ずーっともう一日何回も塗り続けるようになったら、なんか逆に肌荒れがなくなったっていうことになりましたね。これに関しては本当僕もびっくりです。で、本当にどれぐらい肌が弱いかっていうと、お風呂入ったらもう絶対こういう化粧水とか、こういうなんかボディクリームとか、あとアトピー用のクリームとかね、絶対塗んないと本当にもう全身乾燥しちゃって、本当にすぐ肌が荒れちゃう体質で、ね、俺本当に肌弱かったよね。心配だったよね。今日はそんな乾燥肌、アトピー肌、敏感肌の僕がやってる、まあ、ちょっとしたケア法を皆さんに教えたいと思います。まずですね、もう小学生の時からずっと使ってるこの肌水、これは洗顔した時に顔に塗ったりしますね。本当に乾燥する時はクリーム塗る前にこれを全身に塗ったりしますね。これすごい安くてよくておすすめ。あと無印のね、敏感肌用のこんぐらいのサイズでめっちゃ高いんだけど、700円ぐらいしたかな。あれもね、乾燥肌にとってはすごい保湿力だ。で、次にこれですね。家族がずっとニベア使ってたんで、その名残で僕も一人暮らししながら、これをですね、全身に塗ってます。この紫色のニベア、すごくおすすめですね。で、これは全身用のアトピー用のお薬ですね。これは絶対お風呂上がったら全身塗って、手に塗りたくて寝ると、すごいいい感じになりました。薬塗っても肌荒れとかアトピー、全然もう痒みが収まんないって人は、一回病院を変えた方がいいと思います。僕も実際病院変えて、変えたらすごい、お医者さんに処方される薬が変わってから本当に肌が良くなりました。ねえ、しおりもそうだよね。病院変えたら肌良くなって。良くなった。まあそんな感じです。で、今学校行ってる時とか、あとまあ美容師になってから、これをずっと、こうなんかウィッグでやり終わったら、お客さんシャンプードライし終わったら、僕は毎回このニベアの青缶使ってます。これは本当に水分量と油分かな、油分量っていうのがちょっとわかんないんですけど、ちょうどいい具合、本当にちょうどいいバランスで乾燥した手も潤うし、保湿もしてくれるっていう、すごい本当に今までいろんなの使ったけど、やっぱこれが一番いいね。バセリンとかすごいこってりしてて、
めちゃめちゃ乾燥する人にはいいんだけど、やっぱそれで営業ほうきとか、ね、持ったりするとベタって、あとお客さん触れる時とかもベタってなっちゃうんで、そういうことを考えてやっぱこのニベアのやつが一番いいかなって思いました。本当にこれ手とかじゃなくて全身、あと髪にも使えるっていうすごいいい保湿クリームだと思います。では補足でなんですけど、顔の肌荒れとかが気になる人はサプリメントの亜鉛とか僕もたまに飲んだりするんですけど、肌荒れ防止いいと思います。ね、まあざっと今日は手荒れ肌荒れ防止対策としていろいろ紹介したんですけど、まあやっぱ美容師になってから手荒れがすごい心配な人多いと思うんですけど、こんな肌弱い学校の女子よりも肌弱かったね。そんな僕でもやっぱ毎日ちゃんとシャンプーしたら毎回こうケアするようにしたら、めちゃめちゃ皮膚が強い同期よりもこう綺麗な肌になりますね。やっぱ強いやつでも冬荒れちゃう人結構多くて、やっぱこういうケアちゃんとその都度やってあげるだけで全然違うと思うんで、今これからね美容師になろうって思ってる人手荒れとか不安だと思うんですけど、しっかりねケアしてればもうビビりながらもう究極のケアをしてあげればこんな僕でも荒れることはありませんでしたっていうね、まあ僕自身もすごい美容師になる前不安だったんで、こういう自分でも肌荒れなかったっていう証明ができてなんかすごい嬉しいですね。まあ肌荒れとか気にしてる人ぜひ参考にしてみてください。ということで、ね、今年も動画頑張りますのでよろしくお願いいたします。ではまた。